野です。先週に引き続いて統計不正の問題についてお尋ねをしたいと思います。先週の質疑に対して、本当に多くのご意見、また反響をいただきました。これ全部そうなんですけれども、数えられないぐらい。で、それ私なぜだろうと。統計不正の問題もさることながら、その背景にこの政権の体質があるという指摘に対して、多くの有権者、国民がその不安なり、もっと言えば脅威を共有していただいているということだと私は受け止めました。で、その前提でこれ手を緩めずにお聞きしたいと思っています。で、官房長官今会見で外されているようですので、戻り次第官房長官にお聞きしたいことをお聞きするんですが、今日はちょっと勤労統計そして GDP と改めて追跡をしたかったんですが、ちょっと職責上、これも大事な務めでありまして、まずは大西前統括官にこの間の経緯確認、簡潔にさせていただきたいと思います。ちょっと時間の都合もありますので、 2,3、まとめての質問になることをお許しをいただきたいと思います。前統括官にお聞きします。あなたの前任である坂光統括官はこの統計不正を知ってました。あなたの着任は昨年の7月でしたですね。坂光統括官からの引き継ぎは本当になかったのか。そして翌8月、着任早々でしたが、統計委員会でこの数字の上振れについて結果として嘘の説明をさされたことになっています。これは当時部下だった野次室長は真相を知ってたはずです。ということは、あなたは着任後野次室長に騙されて、もし知らなかったとすれば嘘の説明を統計委員会でしたということになります。坂光統括官から本当に引き継ぎはなかったのか。そして結局8月には部下である野次さんに騙されたという認識でよいのか。この2点ご答弁いただきたいと思います。厚生労働省前政策統括官、大西康之さん。お答えいたします。7月31日に着任したときの引き継ぎの関係でございますが、毎月勤労統計につきましては、前統括官のときに調査方法の変更等があったわけでございますが、その引き継ぎは私の記憶によりますと、この今落ち着いているというお話がございまして、受けたということですか。引き継ぎを受けたのね。毎月勤労統計についてはその一言ですね、この今は落ち着いているという。不正はあったけど落ち着いている。いや、不正はあって、落ち着いているというを受けまして、それ以上の特段の説明は受けておりません。はい。それから8月の統計委員会のことでございます。これにつきましては、この私がこの抽出調査につきまして復元をしていなかった、抽出調査であることや復元をしていなかったことを初めて知ったのは12月13日でございまして、その統計委員会には出席しとるわけでございますが、その時点で抽出調査あるいは復元していないことについては説明を受けておらず知りませんでした。はい、ありがとう。小川さん。委員長、今のご答弁ですが、坂光前統括官は知っていたのに明示的に引き継ぎをしなかったということは、2つのことが考えられます。1つは暗黙のうちに隠蔽する気があった、隠蔽できるだろうと思った。もう1つは危機管理能力の欠如があった、いずれかであります。坂光前統括官の参考人承知を求めたいと思います。同時に上司たる大西前統括官に、真相を知りながら当時の野次室長は8月の時点で嘘の説明をし、その嘘の説明を統計委員会であなたに強いたことになる。結果的に野次室長、そして野次室長の前室長である石原室長、両者の参考人承知を求めます。この件につきまして五国理事会にて協議いたします。大西参考人の言をこの後信用して、これまでのご発言の上に立って質疑をしたいと思いますが、あなたは12月13日、総務省に説明するに際して、
まあ、ついにこと極まったわけです。野次さんもこれ以上嘘つけないというふうに観念したわけですね。それであなたに正直に状況を告白した。しかし、先週の委員会で問題になった点なんですが、13日に説明を受け、そして宮川厚労審議官、城塚官房長、そして総括審議官の3名に、部下である野次室長から口頭で簡易な報告をさせている。18日にですね。ということは、あなたが知ってから18日の報告まで、5日間の空白期間があります。なぜ、早々に報告しようということにならなかったのか。この時点であなたは、ことの重大性を見誤ったというふうに私は考えますが、いかがですか。大西前政策統括官。委員が今ご指摘いただきましたが、まあ、12月13日に初めて、私があの本件につきましてお聞きした後、まあ、18日に、まあ、あの担当部局の参事官から、官房の幹部にご説明申し上げたところで、ございます。その時のことをですね、あの記憶を振り返りますと、まあ、あの調査はあの開始しておったわけですが、その時点でですね、まだあの具体的に、まあ、いつからそういうことになったのかとか、あるいはその復元について、まあ、どういう状況であったのかという、まあ、そういう状況については、その残念ながらよくまだ把握しきれてなかったということでございます。委員長。小川さん。おそらく事態の把握には時間がかかったと思いますが、それにしても直ちにまず一報を入れるという判断は、管理者として私はあり得た判断だと思います。翌19日です。19日に今度は大西参考人自ら事務次官、そして宮川審議官、城塚官房長に説明をしています。これは18日同様口頭なのか、私はこれ必ずしも統計の専門家でない方に説明していますので、しかるべき文書を持って説明したのではないかと思いますが、まずこの点お聞きします。文書で報告したんですね。大西前政策統括官。お答え申し上げます。19日の説明でございますが、これもあの記憶によりますと、手持ちの資料をですね、携えて見せたのではないかと思うのですが、まあ、内容については、まあ、さらなる調査が必要であるということを説明した記憶があります。その時にはですね、もっとしっかり調べるようにあの指示を受けたところでございます。委員長。小川さん。当時お持ちになってた手持ちの説明資料の委員会への提出を求めたいと思います。後刻理事会にて協議いたします。城塚官房長にお聞きします。この19日に何らかの文書を手渡されるか、あるいは見せられた形で概要の説明を受けたと思います。で、私は18日の報告と19日の報告は質的に異なると思っているんです。なぜなら、18日の報告は本来やるべき全数調査ではなく、サンプル調査が行われていたという報告でした。したがって適正に復元されていれば、数値そのものは統計の誤差の範囲内に収まった可能性がある。しかし19日の報告は適正な復元がなされていなかったという報告でした。したがってこの時点で賃金水準の数値が大きく変動することが予想されます。さらにこれは国民に対する保険給付に影響することが予想されます。そしてこれに合わせて国民は保険料を納めなければならない。さらに次年度予算に影響するということが
容易に想像できたと私は思います。したがって18日の口頭報告と、この19日の補正が行われていなかったという報告は、極めてその重大性において、質的に異なるものだという前提でお尋ねしますが、官房長。この説明を受けた時点で、そのことの重大性にどの程度気づいたか、気づいていないのか、ご答弁ください。厚生労働省、城塚官房長。お答え申し上げます。今委員から指摘がありましたとおり、18日の報告は口頭でございましたけれども、これは全数調査とすべきところを東京都において中止調査を行っていたという報告でございました。一方で19日については資料を持たれて説明を受けたと記憶をしておりますけれども、今の中止調査を行っていたということだけではなくて、中止調査の結果に必要な統計的処理、すなわち適切な復元処理を行わずに集計していたということが報告されたということでございます。その重大性の認識は、はい、で従いまして、抽出調査をしていたということだけではなくて、抽出調査を行えば当然に復元を行うべきということを復元をしていなかったということで重要であるということに気がついたわけでございますけれども、ただその時点ではどの程度まで復元をされていなかったなど、事案の具体的な内容、それから影響がどの程度だということは全く明らかになっておらず、しっかり精査するようにということを指示をされたというふうに聞いているところでございます。委員長。小川さん。その点、前任の野次統計室長は、石原室長から、最大でこの誤差は 0.2% に達するという引き継ぎを受けているんですね。ということは、野次さんはその時点で 0.2 内外の誤差があるということを知ってたはずだ。それも含めてあなたたちは、私は聞いていた可能性があると思う。12月20日に根本大臣に報告が上がるわけですが、この前後のことの重大性に対する認識、そして当然その後の危機管理は極めてお粗末と言わざるを得ない。で、そこで私ちょっと聞きたいんですが、この保険給付への影響や次年度予算への影響に最初に気づいたのは、どこの誰ですか？いつ？どこの誰ですか？私の邪推を申し上げれば、これ財務省なんじゃありませんか？大西参考人、ご答弁ください。大西前政策統括官。お答え申し上げますが、ちょっとすみません、どこの誰が最初にっていうのはちょっとすみません、よくわからないところでございます。小川さん。これ改めて。財務省に一報を入れたのはいつ、誰が入れたのか調べてください。そして、どの時点で、誰が最初にことの重大性に気づき、その後予算のやり直しにまで至ったのか、この経過の一覧、メモにして委員会に提出を求めたいと思います。五国理事会にて協議いたします。もう一点、今度は賃金構造基本調査について伺います。12月に入管法が改正され、調査対象に外国人を含める必要が出ました。その報告を担当室長から受けた大西参考人は、実際には訪問調査をしなければならないのに、そのほとんどが郵政調査であると、郵送調査であるという報告を受けた。これに対して計画と実態を合わせるべきだという指示をされましたね。ちょっと首だけ手に縦に振っていただければ、はい、ぜひと。で、これは後に厚生労働省の会見2月1日です。翌月1月の24日に総務省が総点検を求めてるんですね。そこで統計室長は問題なしと回答しています。
問題なしとの回答を統計室長が意図を持って報告したのは明らかであり、隠蔽の意図を否定できないと、後に厚生労働省は会見で表明しています。しかし、大西統括官の隠蔽の意図は現段階で不明であり、再確認したいということでありました。そこでお聞きします。この12月の段階で、調査方法を変更するように指示したこと自体が隠蔽に該当し、そして1月24日に部下である室長が問題なしと嘘の回答をしたことをあなたは知っていたと私は思いますが、事実関係を述べてください。大西前政策統括官。まず外国人労働者の調査に関して郵送調査にするという最初の点でございますが、記憶によりますと、この12月のちょっと日にち覚えてないんですが、下旬にですね、そのような説明を受けておりまして、私はその異なっているという点があるんであれば、この郵送調査とするという、変更申請を出して対応すべきという指示をしました。で、郵送調査自体についてはですね、他の統計にもそういう動きがあるので、そういう、なんて言いますか、その郵送調査自体悪いものとは当時捉えておりませんでした。また、一斉点検の時につきましては、その12月の24日の当日にですね、室長とですね、ちょっと時間的な余裕がなかったので、お話ししてはおらないという具合に考えております。以上。小川さん。ということは、当日問題なしと回答したのは室長の独断であり、後に根本大臣が述べておられるんですが、大西参考人は翌日25日に、これは本来報告すべきことだったと気づいたということであります。しかし、追いかけて申し上げますと、その結果公表が28日ですから、さらに4日間、このこともだんまりだったということにならざるを得ません。最後に、賃金基本構造基本調査の予算について伺います。本来、訪問調査をやるという名目で、9000万円の人件費が計上されています。その他もろもろ含めますと、総額で1億5000万円の予算計上がされています。しかし、この調査は約8万事業所に対する調査で、そのほとんどすべてが郵送によって行われていたとしますと、単純計算ですが、1事業所あたり約2000円という調査費は、郵送にしては過大ではないかと思います。したがって質問です。この1億5000万円の予算計上は、実態に対し、照らして、過剰計上であり、そして本来費目が違うはずですから、不適切な流用が行われていたのではないかと思いますが、その点についてご答弁をお願いします。庄塚官房長。大西。大西さんですか。大西参考人にお願いします。じゃあ、大西前政策統括官。ご答弁申し上げます。誠に申し訳ございませんが、当時、予算のこの詳細については、確認しておりませんでした。以上。小川さん。以上の点について、きちんとどういう予算計上であり、それがどう使われたか、メモにして委員会への提出を求めたいと思います。後刻理事会にて協議いたします。それでは、もう少しお聞きしたいこともあったんですが、時間の制約があります。官房長官、お帰りなさい。お待ちしておりました。統計改革について私は、なぜこの勤労統計が、相当いろんな議論があって、変更されないという厚労省内の研究会で結論がついたのに、なぜその後、統計委員会に議論が召し上げられて、ちなみに申し上げますが、統計委員会は本来、統計法によって申請主義を取っています。各省が申請して初めて統計委員会を審査する。ところが、この時期、未諮問審査事項という聞き慣れない概念が作り出されている。つまり長年諮問してないやつは、
俺たちから見直しを指示するぞというトップダウンの形式にまでなって、結果として厚生労働省での研究会をすっ飛ばす形で結論に至っている。その時に私は、麻生大臣の発言は極めて重い意味を持っていると、前回指摘しました。しかしですね、それは15年の10月なんです、麻生発言は。15年の9月には、厚労省はすでに研究会を終えている。これが立ち上がったのは6月です。そこでなんですが、実は13年、14年の賃金が大きく下振れしたそのデータを取ったのは、15年の1月なんですね。そしてそのデータが公表されたのは15年の4月なんです。とすると、このデータで下振れが明らかになった15年の4月から、厚労省が具体的に各方面から意見があると言って、不祥不祥を立ち上げた研究会、15年の6月、4月から6月までの間に何らかの政治的な力学が働いたというふうに想像しています。官房長官、一昨日の報道で、厚生労働省の研究会において、ある委員の方が、サンプルを入れ替えて数字が悪くなるやり方に官邸か菅官房長官がカンカンに怒ってる、激怒してる。ということで厚生労働省の職員は当初から相当気にしている。おそらく震え上がったでしょうね。官房長官、この4月から6月の間に厚労省からこの説明を受け、そしてあなたは激怒したという事実があるかないかお答えください。内閣官房長官、菅義偉さん。私、この新聞記事を見て、激怒したいぐらいでした。実は私は、官僚に激怒することはありません。これが私の政治家としての横浜市会議員、当時から今日に至るまで、私の姿勢です。私は官僚と議論します。官僚と戦うときは、理論で勝たなければできないということは、市会議員の時はよく知ってましたので、そのことを一貫して貫いてますので、感情的に激怒することはまずあり得ない。このことを申し上げたいと思います。そして今の話は、4年ほど前の話でありました。その記事があって、聞かれましたから。それで、当時の私の担当秘書官に聞いたところ、厚生労働省から毎月勤労統計について、数年ごとに調査結果に段差が生じることに関して、統計の専門家の意見を聞いて検討する旨の説明を受けたという、そういうことのようでした。いずれにしても毎月勤労統計の調査方法の見直しについては、統計委員会をはじめとする専門家の検討を得て、統計的な観点から行われたものである。このように承知をします。委員長。小川さん。官房長官、私も思うんですよ。激怒する官房長官はそんなに怖くない。激怒しない官房長官の方がもっと怖いんですよね。これはある意味政治家の先輩として本当に素直にそう申し上げています。ですから感情的に激怒したかどうかは聞いてません。当時説明を受け、それに対する官房長官の反応なり意見が厚生労働省にとってはおそらく相当なプレッシャーだっただろうと、その可能性について聞いているわけです。委員長、これは今官房長官お認めになりましたから、厚生労働省から説明を受けたことは事実ですね。で、これに関する説明資料なり応答録、厚生労働省における応答録、官房長官からどう言われたのか、この応答録の委員会提出を求めます。小川さん、官房長官からどうぞ。ちょっと簡潔にお願いします。菅内閣官房長官。今申し上げましたけれども、新聞に出て私に問い合わせがありました。4年前の話です。私は全く覚えておりませんでした。それで当時の秘書官から説明を受けました。その説明によれば、厚生労働省から毎月の統計について数年ごとの調査結果を段差が生じることに関して、統計の専門家の意見を聞いて検討する旨の説明を受けたと、そういう説明でありました。いずれにしろ私自身、統計に正直言ってそんなに関心を持っておりませんでした。
ですから専門家から対応しの、これある意味では当然のことだろうというふうに思います。委員長。小川さん、まあ、ご自身の立場からそうおっしゃるでしょうが、私さ前回以来官房長官、霞が関の人事権を全権掌握した史上初の官房長官です。史上最大の権力者ですよ。戦後最大の。総理が2番目じゃないかと思うぐらい。いや、その自覚がないと、つまりですね、この間霞が関で起きている不祥事の数々について、官房長官にその自覚がない限り、根本的には治癒しないんですよ。あなたの表情一つ、目線一つ、言葉尻一つがどれほど影響があるか、霞が関にとって。ということを私は申し上げているわけです。もう一点指摘します。最近、この厚生労働省の勤労統計研究会、そして統計委員会の委員に対して、官邸官僚が、総理や官房長官の秘書官か、補佐官か、あるいはそれを補佐する人たちか、が、当時の経緯を、あまり外で喋るなと、いう圧力をかけているという噂があります。私もね、私だけじゃない。会派内の委員、いろいろと当たって当時の経緯聞いてるんですよ。だんだん口が重くなってきてることは、ひしひしと感じてる。これはあってはならないことだと思いますが、官房長官。ここでちょっと指示してください。当時の事実をねじ曲げたり、あるいは嘘の説明をしたり、あるいは説明すべきことを説明しないなんということは、官邸官僚としては不届きだと。そういうことがあったら俺は厳しく処罰すると。この場で言ってください。菅内閣官房長官。まず、私や官邸からそういう指示をすることはありません。今、霞が関で何を言ってもすぐ表に出てしまうじゃないですか。言わないことさえこういう形でこの国会の場で議論をされるわけでありますから、そこは細心の、そこは注意、自制のもとに私は仕事をさせていただいています。小川さん。私はそうであってもみんなが忖度するんですからと言ってるんですね。みんな忖度してんですよ。どうやったら喜ばれるか。どうやったら喜んでもらえるか。可愛がってもらえるか。出世させてもらえるか。そういうことなんですよ。そういう前提に立ってください。もう一点。これね、どうも、野党ヒアリングでも指摘してるんですが、勤労統計研究会の議事録、佳境に入った7月、8月、9月、15年の、だけ4年経った今も公開されてないんですね。これ一刻も早くやってください。根本大臣、頼みますよ。これ絶対に一刻も早く出していただきたいと思います。もうちょっと時間迫ってきたんですが、中身に入ります。本当は勤労統計の矛盾から、あるいは GDP に至るまで行きたかったんですが、限られた時間で1点だけ。今回の2018年の賃金水準は極めて高いです。その理由にはいくつか背景がある。そして今日その中で1点だけ聞きます。根本大臣、日雇い労働者を調査対象から外したことは、相当これは2018年の賃金を高く上振れさせていると思いますが、根本大臣、その事実をまず認めてください。厚生労働大臣、根本拓実さん。簡潔に。時間、はい、委員長、時計止めてください。はい、今立ち上がりました。統計調査における労働者等の区分等に関するガイドラインというのがあるんですけど、これはそもそも統計調査のあり方については総務省において新たなニーズや社会経済情勢の変化にも留意しながら、聞いたことに答えてください。統計総合の整合性の確保向上、こういうことを観点から見直しをしてきたんですよ。そしてそうした中で常用労働者と臨時労働者の区分については、ここが肝心なところですが、事業所や企業を対象とする統計調査と、世帯や個人を対象とする統計調査との間で、直接的な比較が困難との指摘があって、統計調査同士の整合性を取るために、
ガイドラインが策定されました。そして、そういう、根本大臣、簡潔にお願いします。その結果、今回の定義方向、定義変更に伴う、労働者数の変動は 1% 以内であると試算しておって、賃金の伸びに与える影響はわずかであると考えるため、常用労働者の定義の変更に伴う賃金の伸びへの影響については試算をしておりません。委員長、小川さん。問題はそこなんですよ。労働者数について 1% の変動があるということは認めている。統計委員会はこの点かなり懸念してましてね。定義変更に伴う賃金等への影響について十分な情報提供を行えと、統計委員会の答申の中で書いてます。そして、まあ私がよく議事録を調べてくることは前回お分かりいただいたと思うんですが、この点は何度も何度も統計委員会の部会で議論されてるんですよ。そしてここでいくつか紹介したいと思いますが、ある委員は、この定義変更に伴う評価をしていかないとまずい。急に定義の変更で数字が変わったのか、それとも実体経済の影響で起きたのかがわからない。それは統計としての役割が半減するという指摘をしている委員がいます。で、大体賃金で、まあ、労働者数で 1%、賃金で最大 0.3% 考えられますよという指摘があったことは前回ご紹介しました。で、これに対する厚労省側の答弁なんです。厚労省の当時石原室長は、かしこまりました。16年11月24日、方法論も含めていろいろと検討してまいりますという答えをきちんと言ってるんですよ。翌年1月にも言ってます。定義変更のインパクトが大きいのか小さいのか、これを示すべきだという問いに対して、石原室長はかしこまりました。賃金基本構造統計なりを使って評価したいと考えます。責任が生じてますよ、これ。根本大臣、今みたいなご答弁じゃダメです。統計委員会の懸念をこういう形で反論して振り切ったんだから。きちんとこの定義変更に伴う影響は試算して国民に示しますと、もう一回答弁してください。根本厚生労働大臣。今般の見直しについては、統計調査同士の整合性を取るための見直しを図る中で、平成28年11月24日の統計委員会サービス統計企業統計部会において、雇用契約期間1ヶ月以内で前2ヶ月18日上労働者数の試算や、雇用契約期間1ヶ月ちょうどの労働者の占める割合の試算を行った上で、今回の定義変更に伴う労働者数の変動は 1% 以内であることなどを説明し、ご理解を得たものと承知をしています。それは誤解だ。労働者数の変化率は 1% で結構ですよ。賃金はどうなるんですかと盛んに聞かれてるわけです。それに対してこういうことも言ってますよ。まあもちろんだから結局試算しますと言ってるんですが、具体的に29年の12月と30年の1月で定義が変わるわけですね。その定義が変わるときに一部企業は定義を変更せずに、前の定義で測定しますから、この変化を終えるはずです、という議論が議事録の中にある。それで、さっき事務的に確認したら、やってますよ、これ。29年の12月に、日雇い入りの数を計上し、30年の1月から本来日雇いを抜くんだけど、三分の一の事業所、最終の、1月が最終である三分の一の事業所では、日雇いを入れて計算してる。表、数字を取ってる。そこから分析すれば明確に推計できるはずだ。大臣、それをやってるんですから、推計してください。もう一つ。
12月にここまで言ってます。もし12月と1月の調査票で、これ石原室長ですがね、人数が違ってるところがあれば、それは定義の変更によるのか、景気の変動によるのかわからないから、電話連絡して調査しますと、いうことまで言って委員を納得させてるわけです。それこれ総じて、統計委員会の委員の認識としては、あらゆる努力を講じてこの定義変更に伴う影響をきちんと国民に知らしめるという前提のもとに承認してる。根本大臣、もう一回答弁してください。やると。根本厚生労働大臣。今、委員が、るるお話をいただきました。で、これについては、この事実関係については、まず確認をさせていただきたいと思います。私も今初めてそこを聞きましたから、そこは事実関係をしっかり確認させていただきたいと思います。委員長。小川さん。これ、散々事務的に何日も何日もやり取りしてますからね。もし大臣、これ全く聞いてないということになると、この勤労統計の問題に限らずですが、あらゆることで、大臣の把握力なり、危機管理能力なり、が問われることになりますよ。その前提で答弁、慎重にご答弁ください。では、私の方から出しますよ。どのぐらいブレてた可能性があるか。私が試算しました。18年の賃金水準は上の数字、この間発表になりましたね。323,669円。これが公式発表です。しかし、17年には入っていた日雇いが18年には抜かれてる。それがどのぐらい影響するのか。いろいろと数字拾ってきました。下に推計根拠と書いてあります。日雇い平均賃金を厚生労働省は実は今から12年前に調査してるんです、自ら。その試算を拝借いたしますと、月に14日勤務の日雇い労働者の平均賃金が133,000円です。しかし、この勤労統計の調査対象は、18日以上勤務する方が対象ですから、これを18日以上に引き直しますと、171,000円になります。この賃金水準は07年の水準ですから、現在それから12年経って、名目でマイナス 2.4%、当時より賃金は下がってます。ということは、今年の水準、去年の水準に仮に置き換えるとすれば、166,811円という計算になります。全労働者の最大 1% が日雇い労働者だというのは、厚生労働省が自ら言っていることです。それを前提に、99人がいわゆる常用、正社員含めた常用雇用者。1% がここでいう日雇い労働者。18日勤務以上の日雇い労働者。として、数字を合成、試算すると、この赤字にある通り、322,100円。現在の公表値より、もし日雇いを入れていれば、1500円安くなってた可能性がある。ということはです。右の数値を見ていただきたいんですが、現在名目 1.4% 増、実質でプラス 0.2% というのが対外的な公式説明ですが、これ実態と合ってないんじゃないですか。本当は、名目で 0.9%、実質はなんと、マイナス 0.3%。こうなると私は試算しました。この試算が大筋あらあら正しいか、あるいはどこかに根本的な認識違い、計算ミスがあるか、
根本大臣、どちらでも結構です。大筋この試算を認めていただけるか、あるいはこの推計はカクカクしかじかで間違ってると指摘していただけるか、いずれでも結構ですから答弁してください。根本厚生労働大臣。まずこの定義の変更については、いろんな統計できちんと整合性を取ろうねということで、常用雇用労働者等々の定義をすり合わせた結果で簡素化したということがまず前提にあります。それから今、私も委員から説明を受けました。まあ、私も確かに大臣をやっておりますけど、こういう具体的なのは行政のそこの担当分野の専門家がしっかりと私はこれを見るべきだと思います。そして、強いて言えば、このあらあら認めろと言われてもですね、私今、たった今これを聞いて、やはりここで答弁するには私は、これを理解した上で、こう答弁しないとあらあらというのは私は統計を作る側としては、やはりそこはあらあらは難しいなと改めて思います。そして、これは精査させていただければ、なければいけませんが、うん、この小川議員指摘の算定式は、平成19年に厚生労働省が実施した日雇い派遣労働者の実態に関する調査、これをもとに推計しているものと推察されますが、その通り、1ヶ月以内の有期労働、有期雇用労働者や日々雇用のものであって、全2ヶ月それぞれ18日以上働いたもの、これについては必ずしもここの日雇い派遣労働者と必ずしも同じ概念ではないと思われますが、少なくともこれについてどう認識するか、あるいはどう判断するか、これは先生の推計根拠、ここに書かれておりますが、これはやはり我々もそこは精査してお答えし、精査しなければいけないと思っております。小川さん。それで結構なんですよ。精査して答えてください。根本大臣、精査して答えてくださいよ。これが正しいのか、間違ってるのか。精査して答えてください。根本厚生労働大臣。これ今私もたった今見せられたんですよ。ですからそれは、刻々精査して、対応したいと思います。委員長。小川さん。お言葉ですがね、大臣。これ、朝8時過ぎの理事会に提出してます。そこから厚生労働省には当然行ってるでしょう。それで、いや、いいんですよ。ここで直ちにというご答弁は受け止めます。が、日雇い労働者の賃金水準がどうなってるかという、これ、経済実態に関わる話ですから。専門家の意見が必要だとか、専門家が専門的に見るべきだという話じゃないんです。政策的、政治的にこれは極めてウォッチしなきゃいけない。政府として。そういう数字だから申し上げてるんです。安倍総理、根本大臣あの調子ですから。総理大臣として、今回日雇いを除いたことは重大なんですよ。おそらく数字に相当影響してる。総理大臣として、今ここで、この日雇いが、を除いた影響が実際18年どの程度あるのか、それによってどの程度賃金が上昇ぶれしている可能性があるのか、実態とかけ離れてですよ。私は興味がある、関心がある、関心を持たねばならないので、調査しろと、ここで指示してください。内閣総理大臣、安倍晋三さん。大臣もですね、誠実に正確に答弁したいとこう考えているんです。ただ、今日8時過ぎのご通告であるとですね、我々も9時の委員会に備えておりますから、これちょっと無理なんですよね。で、まあ、これ果たしてこの退避の仕方がですね、これ両方とも果たしてこの比較の前提条件が同じなのか、あるいはこの18日勤務で、彼氏さんをしておられますが、実態としては、ではこの大体どれぐらい、実際は平均は何日なのかということも含めてですね、よく精査していく必要があるんだろうなと。こう思いますので、精査していただきます。当然、精査すると、大臣お答えを、答えさせていただいておりますので、誠実な根本大臣でございますから、しっかりと誠実にお答えをさせていただきたいと、このように思います。以上。小川さん、答弁中に、こう、やりとりは遠慮してください。小川さん。
気をつけたいと思います。気をつけたいと思いますが、あまりに看過できないご答弁も時々あります。時々あります。その時はぜひ委員長のご指導もお願いしたいと思います。はい、小川さん。これ、はい。まあ、ある方からお便りをいただいたんですけれども、先週の質疑の中で、日雇いが収入の統計から省かれているというお話はショックでした。私は精神障害者ですが、生活ができないので日雇いをしています。それでも少ない枠の食い合いで、収入は減る一方です。非常にきつい。この上、非国民扱いされては生きていけません。がっかりしました。このあたりはもっと政府に働きかけてください。というお便りでした。で、つまり表面上の数字がどうなっているかに一喜一憂するのはいいんですが、その数字の持つ意味がどういう意味か、その背景で国民生活はどうなっているか、そこに血の通った関心を示していただきたいわけです。で、今回、この勤労統計から日雇いを外したということは、つまりこういうことです。それは今大臣答弁されたようにね、政府で定義を揃えなきゃいけないとか、そういう事情は受け止めますよ。しかし、これが何を意味するのかということについてなんですが、勤労統計は、景況判断をするにあたっての重要な指標なんです。だからこそ月々の賃金の変化を追ってるわけです。で、その政府が関心を持つべき、賃金のトレンド調査の対象から日雇い労働者を外したということなんです。全国に30万人とも40万人とも60万人とも言われている日雇い労働者がいます。月に18日以上働くということは趣味ではありません。それで生計を立てている人たちです。そういう人たちの賃金は、政府の追うべき賃金トレンド、毎月追うべき賃金トレンドの対象外として、射程外だという話はあんまりじゃないかと思うんですね。総理、ちょっと今まだ私中途半端になってると思うんで、これ必ずやってくれますね。では、日雇いの外した影響、日雇いの賃金水準をカウントできないんですよ。もう調査票が変わったから。もうカウントできないんです。どの調査を見てもカウントできない。推計するしかないんです。推計して、本当にこの数字、18年の賃金の上振れはどうだったのか。ちゃんと推計して出させます。総理大臣、もう一回明確に答弁してください。安倍内閣総理大臣。今、この日雇いが外れたということも含めてですね、この統計との関係についても、今私も初めて小川委員のですね、ご説明を伺いながら、理解を進めているところでございますので、果たしてその、ない状況でですね、ないということについても、私も今日初めてご説明で知ったわけでございますが、ない中で果たして推計ができるかどうかということも含めてですね、これは私は答えようが、専門家でございませんから、私が今答えられないのでですね、それは、そういうことも含めてですね、先ほど、厚労大臣から答弁した通り、でございます。委員長。小川さん。厚生労働大臣、もう一回はっきり答弁してください。これはね、とにかく、日雇い労働者って社会的に強いとは言えない立場の方々ですよね。その方々の賃金水準を政府としてしっかり見てますよというメッセージになります。同時に、この上振れした、なんていうんですか、飾り立てられた数字じゃなくて、本当に国民生活の実際の様子に迫りたいんだと、政府は。そこに関心があるんだというメッセージにもなります。そして最後に、ルールご紹介したこの統計委員会の慎重意見を振り切るにあたって、やりますやりますと何度も言ってる。その自ら吐いた言葉に対する結果責任がある。厚生労働大臣、もう一回明確に答弁してください。それを聞いて質問を終えたいと思います。やってくれますね、日雇いの推計。根本厚生労働大臣。これはですね、いろんな統計できちんと統一的に見ましょうねということで、例えば、
常用労働者と臨時労働者の定義を世帯個人を対象とする統計との整合性を確保するために、前2ヶ月それぞれ 18日以上働いた人について、整合性を取るために、まず有期雇用労働者1ヶ月前日々雇用という概念がありますけど、そこに整理をさせていただいたということであります。それから今のいろいろなお話については、やはりまず事実を確認する必要がありますので、事実を確認した上で対応させていただきたいと思います。対応していただけるということで、ぜひ期待して待ちたいと思います。次にまた次回追いかけさせていただきます。ありがとうございました。この際、安倍智子さんから関連質疑の申し出があります。田吉さんの持ち時間の範囲内でこれを許します。安倍智子さん、安倍さん。立憲民主党の安倍智子です。本日は貴重なお時間を頂戴いたしましたので、まず安倍政権の政治姿勢について骨太な論議をさせて。